はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね、フォックスフォックスゼロさん対、TH コンプリーターさんの、フレンド対戦見ていきたいというふうに思うんですけども、間違えましたとね、これね、また今回もタウンホール12のアタックちょっとね続いてしまって、11以下のね視聴者の方には少し申し訳ないのかもしれないんですが、11にもね非常に参考になるアタックばかり取り上げてるつもりですんでね、ぜひぜひ11以下、10の方とかもね、見てもらえたらなというふうに思います。で、今回はね、こちら、FOXFOX03 のリーダーともさんのねアタックを見てもらいたいというふうに思います。これ最近流行ってますね、クイヒーペカボーラー、クイヒーじゃない場合もありますけどね、ペッカとボーラーとヒーロー部隊の後ろにこう、ヒーラーを置いて、でそれで中心部を制圧しながらコウモリを回していくと、いうような攻め方になってますね。でこのねトモさんの攻めうまかったのが序盤のサイドカットなんですよね。今これ、バスターに続いてペッカとヒーロー部隊がこう出ていってますけども、ちゃんとねこれらが全部壁の中にこう入っていくんですよ。このねサイドカットがとにかくうまかった。ここはねまず第一の、注目ポイントとして皆さんぜひねこう見てもらいたいところなんだと思いますが、ちょっとボーラーがそれたけど、これぐらいはねってところですよね。でしっかりね中央にはペッカとボーラーがヒーラーとこう重なりながらね、一緒に回復をさせてもらいながらどんどん突き進んでいって、中央のギガテスラ、とあとその後ろにある、イーグル砲、これをねしっかり追っていきます。で、コウモリは今5時側から出しましたね。でちょっと怖いそのウィズ島に対してはアイスゴーレムでこうターゲットを取って、で、ウィズ島にねコウモリがこう焼かれるのを防いでいますね。でちょっと2つ目のフリーズを使ったのはこれもしかしたら遅かったか不要、結果的には不要になってしまったかもしれないんですけども、それにしてもコウモリがしっかり生き残ってくれています。で、コウモリは今ね9時方面の区画にまでこう進軍していって、マルチインフェルノかなのところでウィストに捕まって倒されますが、私この時生放送しながらね、あれペッカたちがいねえぞと、ボーラーもいないぞと、これはちょっと残念惜しかったですねとか言っちゃったんですけども、実はここここですよね、ここ5時側にペッカがたくさんいてね、これだけペッカがいて、でこのペッカたちが、最終的には12時にねこう合流して、最後のシングルインフェルノを苦手なねシングルなんですけども、数の力で、押し切っていって、ちょっと早送りしますね。このまま全開というところになります。これはすごかったですね。もういるじゃないかと、3体もペッカがいるじゃないかと、しかもほぼ体力満タンのペッカが、こうなってくるともうさすがにねシングルでも時間がかかりすぎて止めきれず、最後は、グランドオーデンのガーンの一撃でね、掃除しておしまいという格好でした。いやね、この姿ね、やっぱり一つ鉄板ですよね。ヒーラーとペッカボーラーを中心に入れて、で周りをコウモリで回す、どんなに配置でも、ほぼほぼこれで取れてしまうっていう風に私思うんですよ。本当強い攻め方だと思うんですよね。で、もう一回ちょっと流しますが、序盤のねこのサイドカットのところ、この辺かな、ぜひここ注目してみてもらいたいと思います。迫撃砲のターゲットはねギリギリウィザードに入るんですけども、ここまで広くねこうカットができるので、ウィザードが多少やられても問題なしですね。でビビードラゴンを使ってしっかりと四時間をカットしていきながら、ここねアチャ島があるんでウィザードとかが使えないんですよね。でカットしていきながらペッカも、このねバースターと一緒に壁の中に入っていけるようなルートでね、こうサイドカット用のペッカまでしっかり中に入れていく、こういうカットが本当に上手ですね。ペッカがこれで外周それると中に入るとでは本当大違いですからね。でそのまんまレイジーヒーラーの形で、中央の火力の高いゾーンというのを乗り切っていきながら、ジャンプで中心部にユニットを入れて、であとはそのままね、5時方面からのコウモリを回す準備にこう入っていきます。フリーズが2発ですね。ちょっと少ないような気はするんですが、これだけ中央でねユニットが生きてくれさえすれば、全部コウモリで壊せなくてもね、だいぶ、コウモリがどうだろうな、下半分、まさにさっき言ったようなマルチ ID がねここにありますけども、
このあたりまで壊してくれればね、十分あとは残ったユニットで、潰せるっていうぐらい、残りのユニットが生きてますよね。なのでそのままあとはマルチ IT とウィストンにフリーズをかけ、コウモリの最後のアタックでね、なるべくこの辺を潰してもらって、その後はペッカとあとはヒーラーですねに、外周含めた掃除をやってもらうという格好で最後も前回まで持ってきます。まあやっぱりこの攻めを止める、すべっていうのはなかなかこう、サイドカットをミスてしまった場合は、当然止まるんですけど、そうではなくね、中に中心部にこうね、ペッカとかボーラー、あのヒーラーにこう乗っけて入れてしまわれるとだいぶ止められないですよね。本当にあの破壊力が高くて強い攻めだと思うんですが、一つね、あのこの攻め方を止めるヒントをねくれた配置があります。それがこれからねもう一個見てもらいたいこのアタックになりますね。どれかな、ですね、敵チームの K さんが攻めたねこのアタック、ドクター J さんを攻めたアタックですね。ちなみに、小ネタを挟むと、あのドクター J さん、関西クラクラクラブにね来てくれていて、そこから参加してるんですけども、こちらのあとそう K さんは実は K2 さんっていうアカウントね、サブアカ持ってて、それが関西クラクラクラブにいます。なんで、アカウントは本アカサブアカの違いはありますけど、あの同クラン対決というところでね、私も見ててすごい燃えたんですよね。という小ネタですね。で、攻め方はクイヒーからのこれもペッカボーラーで、コウモリを回していこうという格好で、まさにさっきのねトモさんと同じなんですけども、これ前回に行かなかったねポイントっていうのがどこにあるのかよくね見てもらいたいと思います。非常にここまで馬ですね、あの三次方面のここに関してはしっかりバーバリアンキングでカットして、でクイヒーをこう歩かせていきながらペッカボーラーと一緒に中に入れていく、このね立て付けというかあの攻めの組み方本当うまいですね。でただねここクイヒーが今やられちゃったんですよね。見えますかね、ここでクイーンがやられちゃって、ちょっと見てもらいたいのはここです。コウモリが今出てきましたよね。このエアスイーパーよく見ててください。これがねいい仕事するんですよ。フリーズで今エアスイーパーを一瞬で凍らせましたけども、凍らせる前に一回コウモリが戻されましたよね。そうしたことによって、奥のウィザードの塔までコウモリが届かなくって、でそのまんまウィズドに全部コウモリが焼かれちゃいました。これによってね、結果的には残念ながらなんですけども、こんな形で、最後、施設が残ってしまって前回まで行けなかったんですね。要はコウモリがあのしっかり回りきれなかったっていうところが、この攻めの大きな敗因です。コウモリが、ね、あそこで止まらずに、今残っているこのクジガの角この辺まで行ってくれさえすれば、おそらく全開できたっていうのは明らかですよね。なんであのエアスイーパーの仕事なんですよ。これがねこの攻めを止める一つのね大きなポイントだと思います。でちょっとね続いてなんで、もう一個あのこのドクター J さんのね村を攻めたアタックを見てもらいたいと思うんですが、最後まではね行きませんが、途中までポテト男爵さんが攻めてくれたこのアタックですね。今回ポテト男爵さんのアタックっていうのは、クイヒのヒーラーがクイーンがやられずにねしっかり最後まで残っていってます。なのでここのエアスイーパーこれですね、こいつを破壊できているので、その結果どういう風に攻めが変わるかちょっとね、見てもらいたいと思います。ここまでは本当にさっきの、Kさんと同じような入り方ですよね。もう綺麗に、なぞっていってます。で中心部に、同様にですねペッカとボーラーをヒーラーを携えて入れていくという格好ですね。でジャンプの呪文、違いはアーチャークイーンが生き残っているっていうポイントです。生き残っているんで、これが今エアスイーパーを破壊しましたね。破壊してくれたおかげで、次コウモリがどう変わるか、そこのところをねよく注目して見てもらいたいと思います。ここです、来ましたねコウモリ。ここをフリーズで止めて、止まっている間にコウモリがダーッともう一発フリーズ打ちますね。これで
このスムーズさ分かります。あ、まあエアスイーパーをね、壊すだけじゃなくてフリーズ2個を使ってるんで、当然ながら、スムーズはスムーズなんですよ。なんですけども、どれだけあそこでね、コウモリが足止めされなかったかっていうのが多分見てわかるかなと思います。当然エアスイーパーを壊すためにもコウモリのこの時間を食いますし、そこに到達するまでに押し戻されちゃって時間を食う、この2つの時間の食いによって奥にあるウィフトを壊せなくなっちゃう、こういうね、影響っていうのがコウモリ VS エアスイーパーでは出てくるというのがね、まあ、一つねこの、ペッカボーラーにヒーラーつけて、でこう後ろをぐるっとねコウモリで回すようなアタックを止めていくには一つねこうポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、参考までにこれ、ポテト男爵さんのねアタックを上げさせてもらいました。はい、というところでね、本日は、なんだ、ペッカボーラーヒーラーっていうのかな、プラスコウモリ、まあ、このね、戦術を見ていきましたが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも皆さん遊びに来てください。というところでね、では本日は失礼いたします。バイバイ。